ちょっと待って、仮面強いよ。皆さんこんにちは、ダイダラです。スーパーマリオメーカー2、今日もね、新しいギミックが使われたコースを遊んでいきたいと思います。一斉走者青い稲妻のお城。青い稲妻ってことは、なんだよ、メカクッパっていうの、あれなんて言うんだっけ。ほら、青いやつ、あいつ、ビーム。これ面白いよね、今回の追加で出たやつなんだけど。ビームって、今までいなかったやつなんだよね、これって。やべ、うおー、そ、マジでかった。危ねえ。危ない。ビーム打ちすぎやろ、君ら。結構怖いな、これ。このステージ。よし。さあ、第一段階はこれでクリアかな。踏めるよね。あ、踏んで投げれんじゃん、これ。へい。よしよし、やっつけたらいいね、やっつけたら。てめえ、どけよ、ほら。よしよしよし。やっつけてやるよ、何も怖くない。オッケー。さて、第一段階クリアです。すげえ、メカがやばいな。わーっと、デフォルトメカとデフォじゃないメカ。これ、デフォじゃないメカ。こっちはデフォじゃないメカ。うお、これしゃがんで避けれんのかな。一回打ってみて、じゃあしゃがんで避けれるか。これ、あ、避けれる避けれる、しゃがんで。でも待って、危ない危ない、壁がある、ありがてえ。ありがてえ、壁がないとこじゃたまったもんじゃねえぞ、これ。面白いな、これ。壁のね、お、隠れながら行くって。くっ、あ、向こうでも30コインある。くわー、取れない、もう諦めよう。え、ピーバルーン、ブブブ、みんなこんにちは。今日の昼ごはんはラーメン3杯。牛丼もおまけに食べちゃおうかな。よし、いけるいける。やべ、これ操作しづらい。これ難しいな。よしよしよし。さあ、ビーバルーンゾーンなんとか突破ですね、ここを。いや、一発当たったらもう終わりや、即終わりだね、これって。うわー、なんだこれ。危ない、あー、無理やって。マジか、やられちゃった。さあ、こちら側のね、30コインコードは取っちゃいましょうか。さあ、ピーバルーンゾーンだよ、問題のシーンは。ピーバルーンね、操作むずいんだよ。むずいんだよ。ほんと、うお、俺、こういう動きするゲーム苦手なんだよね。うら、で、コインだと、コイン。よし。さっき死んだのはこの上のあたりだよね。ここから。頭と刺さっちゃった。つらいよー。あ、待って、やべ、もう怖い。待って、これね、打たせてから、行く。で、今、よし。これで安心の男だいだら。これ、ここ入れる？いや、上なんかあんのか。なに？ここ入れないよね。入れたわ、これ。なんだ、あ、こっちが順路で、上はあれなんだね。アイテムか。あ、こっちがアイテムだ。なんだよ！おい、そういうゲームやめろよ。よしてない。いやー、ね、帰ろう。危ない。50コインとりあえず、ゲットできました。いや、ドキドキするわ、それ。ブラックパックンでも防げんだね、攻撃は。よい。危ない。よし。しっかりコイン回収。ワンナップ。よし。どこでもマリオとかワールドのね、オリジナルワールドステージじゃないからね、関係ないんだけどね、おう。なんもない上は。よーし。さあ、行こうか。後半戦。うわ、でっかいやつだ。うわ、撃て。うえ、ビーム。それやばいよな、壊してくんの。うわ、おーい。待って、はい、来い。ウェーブ。待って、これしゃがめ。あー、届かんのかーい。もっとこれ危ない。おーい。というわけで、クリアーって。なんだこのコース、めっちゃ難しいじゃん。イェーイ。あの50個に出てたんだろ、Pバルーン持ったまま行くのかな、もしかしたら。ウケる。いや、面白かった。このメカクッパのね、未来はめっちゃあるぞ。仮面の恐怖。あれだよな、 USA のあの特殊な鍵だよな、多分。いい声。さあ、まあ、とりあえずここがチュートリアルってことかな。この鍵、特殊な鍵なんですけど、取るとやばい、
仮面がやってくる。これ仮面って名前なんだね。ね、だから鍵持ってると一生かけられるのでね。怖い。子供のトラウマ、俺のトラウマなんだけど、俺子供の頃 USA 初めてやった時ね、あいつが怖すぎてクリアできなかったもん。 USA マリオ USA。 さあまた仮面がやってくる。仮面やめん、仮面やっつけられねえのか。うわ、なに、逃げよう。ちょっと待って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 、あ、いやいや、ちっちゃくなった、めちゃめちゃでで、あー、オッケーオッケー、ありがとうございます。で、これは上もあるけど、こっち見てみるか。よいしょ。あー、で、これ何、また USA キノコ。上上上、え、めっちゃ長ない、ここ。ドンキーコングごっこして、上何、上、鍵はどこにあんのよ。鍵はどこにあんのよ。あった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 、鍵取って、またやってくるぜ。仮面ごめん、届かない。みんな死んでる、ここで。さあリベンジ行きましょうか。ウェイ、仮面ごめん。仮面怖いっすよ。ここ一回休憩挟んでジャンプ。仮面来た、仮面来た。仮面嫌だな、これ本当。よし、さあ無視していこうっと。うわ、あ、むずい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 。いや、ちょっとちょっとちょっと。あ、鍵、え、入れない。上か。よし。うわ、危ねえ。やだやだ。このステージ怖いわ。このステージ無理だわ。よしよし。終わりか？いや、こんなんで終わるわけねえだろ、多分。まだ続くんじゃよっていう。ボスステージ？何？ボス部屋みたいな表現されたけど。うわあ！名前なんだっけ、ボスの名前。よし。えい。ザコかよ。踏めばよくねって思うけど。物投げで倒すのがやっぱ醍醐味だよな。え、いや、終わったわ。またこの鍵で来るじゃん、仮面。もういいよ、来なくて。よし。さあ、ボスクリア倒して。よし、USA な。もう一回ぐらい遊びてえな。もう覚えてねえもん、俺。OK！ ってわけで、ガチマチ。仮面ステージ、普通に怖かったっすね。ありがとうございました。読めない。カエルマリオで、ゴールする。カエルマリオのタイムアタックかな、スピランスかね、要は。おお、そうか、水上を走れるんだ。やらかした、タイヤリでした。もうダメだ。全然わかんない。とりあえず水上を走れるガエルなので、上がってく水に惑わされないようにジャンプして進んでいきながら反転していく。うわ、むずい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 。入る。よし、オッケー。終わり？終わらない。まだある。ジャンプ、こっちかな。よし。ジャンプ、反転、ジャンプ。うおー、まだかまだか。もうきつい。あと5秒しかねえ。もうゴールでしょ、もう。来た！勝ちまじー。うわー。カエルのダッシュか。これも覚えとかないとな。さあ、呪われた古代遺跡。さあ、また仮面のコースやりましょうか。仮面、ごめん、おう。さあ、リンクで仮面、あ、リンクもかぶれた。やった。さあ、これでね、頭から攻撃は大丈夫。行きましょう。リンク使うの久しぶりだな。弓矢撃てるよ。む、なんだ？いきなりなんか呪われてるけど。ボス部屋いきなり。入りましょう。ぬ、なに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 、なに、火の玉がいっぱい出てるけど。おーい。待って、見て、仮面のマークが出てるけど。え、か、ちょ、待って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 。仮面、仮面追っかける。仮面やめろ。よし。びっくりした。あのギミックで仮面表現するのすげえな。こいつやっつけるだけ、こいつら。どけ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 。おぉ。仮面、仮面切ってやる。あ、いや、ダメだ、切れねえ。あ、ダメだ、この、頭のやつが脱げただけだ、まずい。グエッ、リンクも脱げた。まずい、まずい、まずい、まずい。ちょっと待って、仮面強いよ。離れたら離れるほど、向こうの加速とか、あー、なんだその動きは。くそ。いや、動きがさ、不規則すぎるんだよ、仮面。待って、マジでまずい、マジでまずい。死にたくない、死にたくない。逃げろ、逃げろ、逃げろ。待って、くっそ。やばいやばい。これ、もう置いてないか、あそこ。許して仮面。許して仮面。よし。いっぱいリンク置いてるのが救い。ありがとう、いっぱい置いてくれて。よし。ちょっと、
ちょ、ガチで出していこう。神、来ない、来ないで、来ないで。よっしゃ。これ上から剣振ってくるだけか。うわい、バイバイ、仮面。仮面、どんな気持ちいい、バーカバーカ、バイバイ。よし。仮面、えぐいな。なに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 、また仮面来た、また仮面来た。どういうことだ、これ。ん？ぐわ、危な。どうにかして上行くのかな？えい。えい。あ、これ壊していくんだ、パワーブロックを全部。右のね、ブラックパップくんが、おろろろろ。壊れていくから。よし。仮面を攻撃してやっつける。ガード！ガードできない。硬すぎるだろ、こいつ。よし。じゃね、仮面くん。え、リンクの盾も無効化する。強すぎるだろ、トライフォース獲得。トライフォースちゃうけど。すげえコースだったな、ここ。いや、仮面のコース全部怖いわ。よし。ん？おーおーおー、びっくりした。めっちゃ隠されてた。え、今のゴール気づかんやろ。ねえ。よーし、勝ち万事。楽しかった。はい、それでは今回ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。いやー、新しいギミックのやつめっちゃ面白いなー。いやー、やっぱね、仮面がね、すごい嫌いです、僕。この仮面のコースとかいっぱい出てくるんだろうけど、ちょっと嫌だなーってちょっと思ってます。はい。皆さんもね、ぜひとも仮面コース遊んでみてください。それでは終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録してない方はチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。おつぽよ。